これ10秒で始めます、うん、ハイサイグスーよチャーガンジュイアイビーガヤサイシマクツバエンターテイメントシムガナサシマクツバニュースの時間なといびんどうやさい、はい、はい、中のパーソナリティーはね岸本たるがにと中村のよっちゃんと、はい、中やスペシャルゲストやいびん、はい、やわんね文化あ沖縄県文化振興課の信者とやいびん、はい、中やめっちゃいしむくいさびん、はい、中やスペシャルゲストやいびんことやさい、まあ、あの紹介していただきました沖縄県文化振興課の新里さん、やいびん中や2回目やいびんのお野菜2回目ですねはい、中やめっちゃいし番組を続きさびいくといたさることうにげーさびら、この番組は株式会社メガネトゥアンハエバル店医療法人市政会デイサービスセンターもろみの里かかず委員、笑いの絶えない人生をあなたに、へんとなし科医院、くわえ皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、先原土建株式会社の提供、FM ギノワン、北谷町文化協会島くつば部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、ウトドキーサビン、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、番組のご紹介、ユタサルグツ、はい、ウニゲーサビラ、はい、島くつばエンターテイメントし、うちなのウト語り伝承しちゅる番組やいびん、毎週島くつばかなさするちゅんちゃんのゲストトーク、島くつばニュースのコーナー、島言葉紙芝居のコーナーなどなど、おふくの内容しうくいさび、またインターネットちちみしえる方、またうちなびけやアイビラカーマ外国運会面しえる、うちなかなさしみしえるぐすう4回、この番組うみかけることないびん、またちちうたびみしえることないびん、ぜひこの番組かなさしちちうたびみそわりうにげさびら、はい、よっちゃんばあちゃんにフェーデービル、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、くたんりねみそらんが野菜、うん、くたんりるひまんねえらんお疲れはないでしょうか。はい、新里さん、ミードゥーサルヤイビーシがシャーガンジューヤイビーが野菜、シャーガンジューやんどはい、あのラジオチチョルグスよ、あの新里さんや沖縄県庁の方でいつもあの映写真するとき、あの電話でもハイサイから始まって、またしまくとばし話しそういびこと野菜、いつも元気をいただきます改めてまた新里さん、あのラジオチチョールブスヨ会ですね、また自己紹介ゆたさいびが野菜、はい、はい、ハイサイグスヨ中がなびら、まあね、2回目エビや2回目エビ野菜、はい、はいはい、まだ緊張してるやつまあね、沖縄県文化振興課の新里カジヤ一応エビンミシッチョーティータビミシエビリワン、はい、生まれ育ちですね、はい、新里さんや生まれ島や栄馬、栄馬の八重山、はい、被災村、うん、やっと栄馬の言葉や、はい、わからない、若いビラン栄馬の言葉わからない、チャンス育ちはもうこちらの方が長いわけなんですね、はい、もう中学校からこっちなんで、うん、なかなかまた、はい、うん、親父とおふくろがまた違う島の出身だったんで、はい、やっぱり共通語が家庭の中で話されてたもんですから、うん、はい、なかなか島の言葉も覚えきれなくて、はい、まあやいびが野菜、母親は栄馬の荒川、荒川、荒川、はい、荒川で、親父がドナン、ドナンピトゥ、はいはい、なので家庭では日本語
大和口で会話をされたわけなんですね、はい、多様性愛民や野生よっちゃんばあちゃん、はい、いろんなルーツがあってですね、うん、あそこは違うのに あるかの注意しがて、うん、あよっちゃんばあちゃん警察官さんに、うん、やんばる本当のやんばる長いで勤めて、うんで元々で結婚してる、はい、だから母は元々父はやいやま南と北、はい、よっちゃんばあちゃんの生きがぬうやお父さんも八重山の荒川アンディルとこが、はい、つながってます ね同じ島ですね主はまた新里さんからですね日頃業務で取り組まれていることをまた紹介していただきながらやっていくのですが、中またツイキャスの方にメッセージ頂戴しております、はい、銀のトロンボーさんありがとうございます。はいさい、チューンユシリティチャービタン中村よっちゃん姉さん、はい、タルガニー君新里ニーニーということよろしくお願いしますということメッセージ頂戴しています。ニーニーありがたいねはい、今日もまたいろんなメッセージですね、皆様からのメッセージや質問待ちおいていくと野菜、はい、あグーブリーサビタン中の日付お話ししてなかったですね。中夜シムチチの28日火曜日に納豆いびくと野菜旧暦9等って8、8、10、8の11日納豆いびん野菜、最近最近あちゃってる暇ねえらんの明日パッチ入れるいびん野菜、はい、もう12月が近づいてきました。いやしばしないでください。新里さんや部署が変わられて、はい、ジャイアイビー高谷さん今年の8年ですね。4月に変わってからも、はい、忙しいこと忙しいことまたね、はい、一から勉強して覚えて覚えてっていうことで、うん、気がついたらもう11月よっちゃんばあちゃんチャイアイビーが忙しいことはいいことやイビーが野菜うちのさこと暇やねでシワさんになるねやイビー野菜、はい、暇だったら逆に年はらびじゃ暇やねなるよ、うん、あれのシワさんになる年になっていいよゆくいちねさん。もうよっちゃんばあちゃん毎日忙しいようとですねいろんなところにまた活動も活発的にされておりますので、はい、これねよさよっちゃんばちゃんイベントやチャイアイビータグ野菜女性合唱団で女性合唱団さんにはミュージックタウンとって、うん、東南アジア系統の人たちと台湾韓国、うん、私行った時に、ね、なお和と台湾大体最後から2番目でいくと、はい、だから台湾の歌手が兄しがよ、うん、さちびらさとさ、うん、あで最後には木梨北州の花、うん、みんなで合唱して、うん、楽しかったね、うん、交流会、はい、何曲歌われたんですかよっちゃんばあちゃんたちはですね4曲、はい、日頃から全国大会にも出られたりですね九州大会にも出られたりママさんコーラスに入ってて、うん、もう27か年かない、はい、一番最初から言ったしワンチュヌクトンモルトシュトヤヤミティジテワンチュヌクトン、うん、来年は横浜シニア大会がある4月に、あ、シニア大会が、あ、うん、またこの時期は各地域で文化祭が行われたりですね、うん、芸能フェスティバルがあったりとそれぞれの市町村でまたすごくにぎわいが IBC がやさ、はい、うん、この文化と文化でこうつながることの大切さですね。今お話ありました国際カーニバルの方とかでも台湾とかいろんな外国の方々が集まって、はい、新里さんの先ほどの多様性のお話アイビータコト野菜いろんなルーツもまた小学生にさなやんにちおもとアイビーコト野菜エタサルグとおにぎえさびら、はい、銀のトロンボンさんよりよっちゃん姉さん素敵な帽子、はい、新里ニーニーかっこいい T シャツですね多めのメッセージ来ております。ありがとうございます。はい、それでは早速ですが新里さん、はい、日頃からの活動ソウル話ですね、はい、日暮からアーツマネジメント食文化というお話ちっちゃびいたしがチャイアイビーが野菜、はい、ですね4月からですね、大和口でも OK ね、はい、ダサイリンド4月からですねちょっと仕事が変わって去年までは島クトバの担当だったんですけれども、まあ、今年度からですね食文化とアーツマネジメントの育成事業を担当しています。でまあ多分皆さんに馴染みが深いのがご飯こっち、うん、
こっち。こっちや。特にこっちの中でもあの沖縄の伝統的なこの食べ物とかですね、料理をどうやって皆さんに普及とか、まあ、保存とか継承していこうかなという仕事をしております。はい、よっちゃんばあちゃん今。伝統のこっちの話、アイビー出しが野菜。この間招待すればよかった。はい、呼ばれていいよ。くぶりえさみたい。こんなお仕事しそうだって。でも昔のうちのルールへ行くとね、はい、神田バーをやったりして、クーブジューシーやったりして、はい、昔の料理。うん、はい、こんな時あれとしたらいいの。そうですね。ね、はい、今、ね、よっちゃんばあちゃんが紹介してくださいました。味の伝承ワークショップということで、よっちゃんばあちゃんに。先日料理を教えていただいたんですが、すいません、くぶりやびさびたのクネであるガクシービケヤイビータコトヤサイ、はい、ガクシーのメンバーにですね、うん、あの料理を教えていただきまして、うん、よっちゃんばあちゃん料理はチャイビータが野菜千切りリチャート野菜千切りリチャート昆布ジューシーと、うん、朝の水分の、うん、朝の水分のとかつお節だし出汁とってしさに佃煮作って、で神田場はと神田場の茎菓子や、うん、枝葉菓子あれもと筋つってよ、うん、それも一緒にあえて、うん、あえ物あれ惜しかったね。一平マーサイビータ実はこの神田場はよ、うん、昔は綿ぐすいんでやねて、綿ぐすい、あのお腹の調子が悪い時には神田場やってた、はい、神田場の葉っぱで、ね、お腹の中腸を掃除するって、うん、ね、昔から、うん、あのお腹痛い時、はい、昔生のシキリンデルが昔アメーバーにいたんよ、アメーバーにいたんよ、それアメーバー抱えに病院から出身地の年くってて、うん、神田場重視し神田場をほくりやる、はい、それしのいたんまた、あ、体にもよくて健康食でもあるということなんですが、うん、あの実はこの神田場よっちゃんばあちゃんのお庭にあってですね、はい、朝あのユースクラブのメンバーと学習たとマジュン採取しそれからまた料理をするっていうのですね、わにわや神田場とやフーチバーとんじゃなばがゆかと、うん、今島長ゆかとるばってちぬってレタスよ種類、はい、うん、また正月に関係でまた、うん、20本余り買ってきて植えた、はい、あ、さんやクーサルトチはこういった野草、薬草とか茶屋エビとか野菜、あ、僕エーマー出身なんですけど、うん、ここであんま見ないなと思うのがピパーツ、ピパーチ、ピパーツ、ピパーチ、ヒハチ、ヤヤマヒハチ、北海道やムロクアイビシが、うん、熊であんまり見ない感じがする、ありますクネラーのメイクマウント歌ったことでこっちゃしがあんまり成長しねえ、はい、ヒハチ、あ、環境がまた違うのか、違うんですか、昔は部屋地で、うん、あの乾燥しみやさね、あれ赤子は寝て、あとクルーナイルバって、はい、死ぬに父ちゃんあるよ乾燥する、はい、いうねブラックペーパー入れてる場合や、ブラックペーパー部屋地の位置でやるち、あの肉のおつゆとかが入れたんよ、はい、それからなんとみす、はい、なんとみすんかまた入れてる場合で、はい、で中央ねらんことで那覇のわちごわんでこっちゅうたんよ、うん、私もでもね浮いとおしがて、はい、全然成長しない大きくならない、あ、はい、僕なんか あの沖縄そばそばにがあれかけるさ、あ、ヒハチ、はい、ヒハチ本当起きてないからびっくりして、うん、食堂行ってもアイビラン、これはブラックペッパーのあれですか、ブラックペッパーとは違う感じがするな、あ、似た香りがある、はい、ブラックペッパーは、はい、あれあのヤファジューシーに入れたらもう美味しいわ、はい、何でも昔は18入れたらって、うん、調味料として、うん、昔あんねん親しからや、うん、あれの葉っぱもよ刻んでさ、うん、高いよってね、僕なんかも何も新芽ね、うん、あれの柔らかいの、柔らかいの、あれ子供の頃鳥に生かされた、うん、親にとってこいね、どちらにあったんですか、いや庭に生えてる、お庭に、はい、大体身近にあった、うん、あの垣根に生えてる、そう、はい、垣根かよ、ヒハチ綿も出ておち、チューブ取って綿とね、ケイトなんかいなく産地面してればってマニアビケだ、あ、うん、マニアも垣根かよ、薄いが取るわって、うん、足時々よ、身が赤くなった薄いがてひトイガヤチャスがあ、いいことや、エビサ野菜やお庭にこう身近にこう食材があるっていうのをですね、うん、それをまたあの経済的にもよくて、うん、体にもいいっていうのがやんばるもともとって昔はうる唐辛子、ああ、
はい、唐辛子近いところまで、うん、ヒアチンリーシェナめったに貴重品へとか、うん、ここも本当ではなかなか見ないかな、うん、ないから、はい、あ他にアイビーがやってたこれ野草薬草カンダバージューシーとかですね、うんうん、昔あのんじゃなばとかよく召し上がったりとか、うんうん、僕なんかはもうもともと母親が農家だったから、うん、こんなのも普通に庭に生えてるし、うんはい、あもうなんか、うんあんまり買わなかった覚えもある。昔だったから、はい、あの隣近所でブツブツ交換してからが、うん、もう買ったのって牛乳と卵ぐらいじゃないかな。卵もでも鶏飼ってたから、はいはい、ほとんどほとんど鶏ヤシナトリンテイトゴガゴナシネテマチゴンコウイガルツ病気しね風邪壊しちゃいしねや卵かまりしがてジョイ終わったんであたら特にイナゴあたら特に女性は、うん、あ厳しかったですね。特に女性、うんうんうん、はい、それほども貴重だったもう食のあり方ですね、うん、昔と比べて稲葉の湯の中や本当にあの物余りの時代と言われていて食に今困らない、昔と比べるとですねそこが今そういう、うん、逆にそういった問題も食に感謝がないんじゃないかなということをよくよっちゃんばあちゃんからご指導していただくのですが、こういったあの県庁の方でもこういったあのクワッチの方でもそういった昔の文化とかも比べてアイビーが野菜、はい、あの平成20、まあ、去年、うん、前年度ですね、去年ですね、あの沖縄県のこの食の保存普及継承にからあの計画を作ったんですよ、はい、28年度に作って、でなんと今年度がスタートの年、ああ責任重大よでもう5か年間かけて、うん、どうにかこの計画を進めていこうっていうことで、うんうん、まあ、あの今県庁のですね文化振興課のホームページにもこの計画は載せています、はい、で今やってることがですね、とりあえずはみんながどれぐらい食べてるのかとか好きか嫌いか分かってるかどうかも含めて調査今かけてますね、うん、でこれももう出来上がったら、まあ、3月か4月ぐらいには県庁のホームページに載っけて、うん、まあ、沖縄県民はこんな状況ですよっていうのを分かるようにしようかと思っています、うん、でもう一点がですね、まずはあの作れる人がもうどんどん減ってきてるんですよ。やっぱり今の若い人たちは自分たちでご飯もまあ作らない、うん、あと外食も多いから、うん、そういった人たちをなんとか育てようということでですね、うん、もう締め切りはあさってから30日まで締め切りで、うん、はい、今あの担い手育成講座っていうことで作る人を育てる講座をやってますね、はい、でもうこの講座がなかなかこのレベルが高くて、まず栄養士か調理師免許持ってる人、うん、で、はい、仕事して10年以上のキャリアがある人、はい、で最後はもうこれはもうハードル高いんですけど、あの働いているところのトップの印鑑をして来ること、はい、やっぱりいな、はい、ハードルを、ね、はい、やっぱり、うん、あと調理実習を中心にやるものですから、うん、このある程度の、はい、この期間をちょっと仕事休んでもらわないといけないんですよ、はい、だから、その分ちょっとやっぱり上司とか会社の、うん、この協力も必要だなということで、うんうん、まあ、それをいただいてですね、うん、で、まあ、30日を締め切りとしてやっています。あのまだ興味がある方ですね、うん、あの資格要件満たす方ですね、はい、沖縄県文化振興課のホームページでちょっと募集かけているのでぜひよろしくお願いいたします、はい、でまた1日からね、うん、選考かけてから、はい、あとはもうちょっとあの料理の重鎮の先生方々にですね、うん、この志望動機とか、うん、そういうの見てもらって、はい、と選ぶっていう作業が始まりますね。あるよ、うん、間違ったのちょっとやんばる田舎風にちゅんちゃってるよ、うん、食事違えるわよ。あ、そうそうそう、はい、間違ったのちゅんちゃやっぱりよ、うんうん、な有志しかまぼこ、うんうん、町ごはんきしねあれしが、うんうん、田舎の町ごはんにしうむとか野生とかさむとろうる、うん、あのあれ食材はやっぱ違いますよね。食材は終わったあのなんとかってすぐ海にそばへていくとて、うんうん、のぬがらねらね海かんじつつそのいつて注意、うん、はい、夕方って言うか帰ってて注意しろ、あの別に困らないよね、うん、でやむかたむんのんといがち休みないやたむんといがち注意、うん、また庭んかてあげみんなあのこの分岐の木がかぶち、はい、シーパーさん、うん、あるわって、はい、あと高専からよ木登り名前って木んか登りんでね登りんだそう風船が伸びておくとよ、金が伸びておくといせいや、はい、あ
もうすごく大切なことですね。自然に触れながらまた木登りしてまたこういう、うん、名前はあのフーチバーグいうか遠くてて、うんうんうん、そんなに味噌汁んかいって神は言うすぎきならしゅうちゃん、はい、分かったカマンバイはいや、うん、ちょっと苦味がせやカマンバイで川といびで、うん、朝ごはんのよ丼、はい、んかいかつお節っぱ入れて味噌入れて、うん、フーチバーグって追いかけてハーシルハーシルンでいたハーシルン、昔は病気しわるかもるぬまりいたんだもう栄養満点だよ。あとや病気したら、はい、フーチバーすりこぎで潰して、はい、そのまま飲まされてよ。あ、そのままですか。大変だった。もう大変もう今よ私さフーチバーが怖くてて、うん、あれ上の柔らかい葉っぱ刈り取って、うん、乾燥させてお茶に混じってる。あ、お茶朝お茶入れね、はい、うん、これいいた香りがいいから、うん、それで血圧にもいいし、はい、うん、いいですね。今野草薬草のお話アイビーたしが野菜銀のトロンボーンさんからですね、カンダバーの口やくしれいしデイジナナンジグということでメッセージ、あれね、アイビーの野菜爪でさ、はい、薄皮かじはじるばって、はい、おねえはひるうとってとってうちょってゆるテレビんじゃがちいな、うん、ゆなべカムシあっという間でカムシがや3時間4時間なかかんの。あいつまたユリアニよ、うん、あの今あのピリ辛シーチキンリシガルバーってパックワンクいってピリ辛が入ってて、はい、あれと読みそこは入れてあえてさ、はいはい、長男に、神田川の方にエーテンローって言うか、こうやって三男にまた電話かけて神田川の方にエーテンローに早速来る夜になったらビールのつまみすんでやにさ手間暇かけて食べるのはもう一瞬だけれども、うん、一瞬準備のこの大切さですね。ありがとうございます。はい、今この野草薬草の話から今お話を聞くと、この伝統文化を守っていく上で大切なことって、もちろん食を守るのもそうですが、うん、あのウヤファーフジから伝わってきたこの心の在り方とか、こういういろんなあの地域によっても違うっていうのが、これもまた面白いところですね。新里さん、チャーヤイビーが野菜、うん、あの僕もこの文化関係の仕事をして何年も経つんですけれども、うん、はい、他の仕事と他の文化関係のものと違うなと思うのが、うん、やっぱり先生方に聞いたら味は食べないとわからないって、かまんとわからんよって、うん、だから本見て同じように作っても同じものができんから、うん、だからちゃんと親とかのご飯をちゃんと噛んでから、うん、あの味を伝えないとダメだよっていうのは、うん、したたか言われましたね。本当にアンマーターの味、うん、ウヤパフジの味っていうのは、よっちゃんばあちゃんもこの間料理の中でですね、ミージョール、ミージョーローンでる言葉、アイビーたちが言わせる。昔は軽量品、一年生便利なもの、うん、名前って近かったら力なしがて、うん、俺ミージョーロー。大体もう、米も洗ったらこうやったら2合でこのこれとかって、樹脂名に何個とか入れるとか、もう、ね、はい、自然に、うん、あのそれで失敗もしないでちゃんと炊ける。出していくこの感覚ですね、うん、もうたやまたあの素人やいびーことで全然味ワニアの反省やいびーしが野菜おちゃまちゃもうこの人生経験の中でですね、あれこれ皆さんに支持していただいて、おしゃも徐々にこの味が、ね、ペーパーさえ見たこと野菜おわらちゃん包丁近いし、インジニア危なっかしい危なっかしい手切らないかねえんですよ。それに遅いからさ、うん、はい、うーんまた早く切れないかねえと思ったりするんだけど、やっぱり売れんなも練習やことにやるやつ使い慣れてないから、もうこうやってゆっくりゆっくりが切るからね、うん、そうね、もう本当に次から次へともう展開が早くてですね、ここ終わったなと思ったらもうよっちゃんばあちゃんもう洗い物されていたりですねもう綺麗に綺麗にこう片付け準備、そして次の食材へと移っていくと、これは段取り力って素晴らしかったです。だから40人、うん、50人よりいて、はい、ドゥーチューさんですもん、あの KT をナリランチョの写真に行く、うん、TTR 邪魔これがあの娘たち国立劇場とってこうやったらばって、うん、娘舞踊やってて、はい、国立劇場、うん、
ですか、じゃあ差し入れね、少し差し入れ、うん、少なくて30名ぐらい、30名の日ね、50名分ちくらいね、頑張ってすごい量、一人でこう作ってやるんですね。今よっちゃんばちゃんから厳しさの言葉も相引いたしが、本当に昔はこう背中を見てこう教育していくあり方とかですね、うん、料理をこう次世代に育成していく、今みたいにこうレシピを作ったりとか、ネーラン時代やもうネーランチャイアンみたいな野菜あんでめんどくさいことしないのだからなんか家庭の味があってみたいな話をしてましたね、うんうん、七尾七尾 の, あのこういった食材と食事、うん、チャイアンエビが野菜、この今 の, この伝統食材を取り組んでいく上でですね、今はどんなかな、ちょっと今調査かけててまだまだ、うん、結果は出てないんですけれども、はい、なんていうのかな、僕はあの円満中だからまた昔のまだ文化が残ってて、うん、重箱料理を、うん、こっちは何があるのか、シーミーっていうのかな、シーミー、うん、僕なんかはシーミーとは言わんけどな、シーミーとね、7、8、5分に、重箱つけるわって、はい、僕なんかはあれ、親が、まあ、親の世代は全部手作りしてがやってたけれども、うん、今なんか重箱丸ごと買ってくるとか言ってたからびっくりしてから、はい、セットで売ってたんですね。私にちゃんよ、飲むんですよ、上は総菜やんきちにや重箱がずらっとなるいや、中橋さん何時行くと高齢っていうわらんちゃんいるわて、うん、はい、いや、アンスさんでいじらないねよ、ちくい、うん、なんか買うと、うん、またオードブル交代せやん、あーオードブルもね、うん、なんか売ろうか、ちくいせん、うん、閉鎖だろ、声が一緒よっちゃんばあちゃんの重箱の話ですね。国内大ビーたちが重箱や魂やいびんどということで、うやばあふじ、とうとう面会、うさぎいるときは、でこう感謝の気持ちと、逆にこう失礼に当たらないようにっていう、こういったおもてなしの心のお話、あいびーたちが野菜、チャイアイビーが野菜、今こう買って、まあ、いろんな、もちろんこの時間の問題だったりとかですね、現代のいろんなあり方もあると思いますけれども。重箱をしみや重箱を分け作るまで、他のものもとわらんちゃんか無理言われてしよう、いや果物もちくや、もちもちくわとかっていう、だけどさっきもちんよ、ろくちくい、声が一時間さんでちく、うん、けちくいくってて、うん、でもちこの間ももちちくったことよ、まさかたるもんより一個も抜くちゃねんばってわたましやろおろちかりねん、ふわもの抜くさないたいそれほど美味しかったんですね。あ、おしごいもよ、うん、東南アジア系と混ざってるわけ、うんうん、あ、日本製混ざってないのがある、はい、もう純もち米ばっかりな、うん、ちょっと値段高すぎる、全然違うもちが出来上がったとき、うん、岩高さて売り越えるわけはい、この手作りしてもティアンダークミティ、このこういった料理をうさぎいるこの思いですね、うん、ここ今本当に現代に忘れかけてるところですよね。どうしても今の仕事一なさいびことやさい、もうみんなアワティーハーティーの、うん、ゆるな感覚なといびしがやさい、一番これやさん本当に時間のどくのに言いながらよ、うん、やっぱりおばあが作る料理美味しい、昨日もよ、うん、私もね、うち県産品の豚しか買わないわけ、うん、絶対は向かない、はい、匂いすぐ分かる、匂いですぐ、匂いで、うん、はい、うん、ナーケンさんには安くてすごい、うん、いいとこあったことよ、こうぶいて金魚からにやにてんしね、ちゅうもえなやらかくないせいや、うん、でも鍋ごんかわきやにや、長男かよ、でもかきやに、うん、鍋ごんかわきていくとといが食うよね骨汁よ好き、うん、あ、おいしいよね、あれね、すばやんかよ、骨汁神がんでちゅうせ、うん、11時に行って予約しないと当たらない、売り切れ、12時に来ね、うん、今沖縄独特なところでしょうか、うん、この風習といいますか文化ですかね、弁当屋行くとうちの遊ばあったりは骨汁があるところがあったりとかですね、ヒージャー汁があったりとか、あ、こういう昔からの伝統が日頃からこうお昼にこう食事ができるというのは、そこはまた嬉しいことでですね、茶やエビが野菜食ったり、最近のヒージャーカレーになる、うん、やちくたにはそれはうちにジェラノがキラマから2発あるしじゃこう土で、まぐなびんかよ、はい、なびとめにやんでわたずっとじゃまぐとめてよ、とりけじなびよ、なまあのうねなびたからいだんがやちたんいやむらさ俺が見にちゃくてよ、わらんちゃ職場のちゅんちゃんかもんりたんりにやなびもちてむすいがちて、
あるいは翌日、はい、ナーチャルマーサー出汁が次の日がおひじゃ美味しいんですか、その日よりも出汁が、うん、フーチバーを吹いてて、うん、先ほど言ってフーチバーを吹いてて、はい、ナーチャルマーサーうん、ひよかん出汁が出て新潟さんやチャイエビがさ、ヒージャーや大好きだよ、はい、行くところももうお店僕境町家が近いから、はい、あまらへんでも、うん、はい、ほらほらして私運動会がねやってくんちチキンリアねこれにしてたっけ、うん、ヒージャー汁、うんうん、こんなにヒージャーにちかましたんよ、はい、うん、選手にあこれくんちチキンで一番なりよって一番なりよんち、うん、どんな時にまたコーヒージャー料理とかは召し上がりましたか、ね、というか祝い事とかですね、ここああのいや作った時とかに、うん、とか今でも今やってるかな分からんさ、もなげとかさあ同じヒージャーにするしまかないたちが生青年にするフジエンド、うん、僕なんかもう本当子供の頃はやっぱりヤギとかニワトリとか、うん、もうほんと子供の頃ちっちゃい頃ね潰してから食べたりとかしてた時代だったけれども、はい、今は逆にヤギ食べようと思ったら高いからね、高い、はい、高い、高いね、ヤギ汁高いですよ、はい、うん、私力にしてます宮城県よいいじゃ力と老人が歌るわって、はい、ベンベンしらちゅんりありてケットだから文句もいらっていてね、民間の近いところではダメみたいな、ね、やっぱり今いろんな苦情が、うん、あの苦情があってうるさいっていうこと、また匂いもまた独特な匂いがするので、うんうんうん、この匂いが好きっていう方もいらっしゃるんですけれども、いや、はい、そうですよね、昔はなんで非常にくそもあの春の肥料を消したこと上等いたしがったの、あ、またこのヒージャーのこのチーリチャーとかですね、うん、豚のチーリチャーとかはまたすごい体にうまくて、うん、豚のよチーリチャーワークルする日はチ ー,、うん、チーリチャーするわって千切りに帰って、はい、確かチーリチャーリアン今よ沖縄市のチャンプル市場、うん、あんこうとんね、あ、はい、マルケチューチューチューなんかこうちるばってかちちいりちゃん同じあそこ好きやらんくてってもう今回かますしがてあのちいりちゃんに昔は彼女中の27日ワークルサビンでワークルしね旧暦の12月に先月かちしいりちゃんし、うん、あの今年また感謝し今年は床本来はね感謝わんまぎまぎとくるちゃんのおかげさまいたんだうちうわわらてくみまんとあのちくむじくむ多くできたのって言って、はい、感謝のしるしさんにチーリチャーシウサギいたるわって、はい、ってことよ、うん、バンコクじゃないマレーシア、うん、マレーシアに行った時によこの豚の血固めたのに吸い物が出ていた、はあ、うん、似たようなのが冬瓜と入ってさ、はい、あれこれだチーリ豚の知恵さって言ってよ、うんうん、やっぱ似てるいろんな昔のこの琉球王国時代の歴史考えると、うん、いやおかしい、少し若いお母さんにたぶんからないし、これ何かレバーとも違うねレバーとも違うね知らんもんなそうだよ知恵の料理にかまがくとるあるものにあれて知らんもんなそうと違って、うん、やっぱりあの辺のちゅんちゃん、うん、海外とのつながりが、うん、どんな状況とよ、ね、うん、あの豚の血をよく使うみたいよ、うん、はい、今よっちゃんばあちゃんからこの豚の血をうさぎる時のこの感謝の心ですね、これチーリチャーでもこの最初にこの豚をワークルサービー旧暦の12月の27、うんうん、その日にはヒヌカンとまたとうとう面会っていううさぎて、このうさぎる言葉や幸男大尉たちがわーまぎまぎとくるちゃんどうとあの豚を大きい豚も殺してこれはまたこれからも来年に向けてまた栄えますようにということで、また感謝の心やびが野菜季節はですね、トゥンジービーさん寒くなるよね、トゥンジービーさん、ムーチービーさん、はい、ワークルサービーさん、うん、背高いひいさんよ、山と兄よ変わってるのから、はい、行くね、だから季節季節に言ってよ天気まで あれ不思議よ、ね、うん、旧暦のこういう行事の中で寒さがこの日からまた急激に冷えるよということ、うん、かんなじよ、うん、この日に来んてあとさちかんなじ冷えさせちゃうさ、うん、はい、うちゃんばちゃん新夏さん、あの銀のトロンボーンさんからですね先ほど、うん、あのメッセージ頂戴しました、あの料理の仕方で生のわらびんちゃ学習いたいなかなか包丁ですね包丁チカラングと
いいビンマジョンキリワル、ホーチャーチカイジョージナイル、ナイルスルということですね。今ね、ちょっとした怪我キッチンバサミがせや。もろハサミビケ近いせや。いや、まな板ねらんや、あんで。はい、びっくりパチパチ。まな板もね、包丁もないって、ハサミでみんな切る。うん、え時代変わっていっちゃうビッグと野菜。そして、あの、生や、ヒージ、ヒージャ、ヒージカマン、ウチナンジュマンディ。ひじ汁ではなく牛汁や早期汁、いびち汁がやーふち数字とかで出るよということでですね。まあ、あるね。そうですね、なかなか食の中で生活で食事しないので、まあ、学生のメンバーに話しても、ひじは食べたことないっていうメンバーが多いですね。うん、はい。匂いがしたことあっても。うん、またわるんちゃんで、うまがんちゃんひじゃかも。はい。あ、はい、うん。また昔は、この、まあ、すごく残酷なお話ですが、こういった食のありがたさとかですね、ヒージャー、養ってたヒージャーがもう次の日からもういなくなってるっていうような、こういった現実もある中で、そういったのをまた目の当たりして、食のありがたさということで、この間よっちゃんばあちゃんにお話ししていただきました。うん、なんかこう身近にあるものさに、みんな工夫し料理、うん、本当に大体クホンさんしか、俺行ったら売りにまさんろうってこれだよ。こんなやってからがちゃんとあの育てたりとかするから、うん、はい、あの残さず食べようとか無駄にしないでおこうとか思うんじゃないかなとは思いますけどね。とナチュラルにあそっちでちあさ、まあまたティーランクフォーチン乾燥しみて保存食性やスヌイン安心し、え、スナベのブロックを持てよ、スヌイやかまんよ、滑り出したんで、もずくは食べずに、甘いよ、もがるばって、はい、ウリンケよ、うちきやんて、すぐるみかちゅるかすべりってったんで、あ、食事ではなくて遊びとして使われて、遊びとして作って砂火のブラックの、いっぱいあるからいっぱいあるから、すぐ下が海に行く砂火も、あ、昔はね、うん、塩でね、つけてからね、はい、わったよ、すぐバックスと学校に行って砂火に、もずくに時期ないねて、うん、バックスにとっていちゃうねて、海を取ったらあれば、はい、浮いたらね、あのぬるぬる全部脱げていって、うん、ギシギシするばって、うん、そうそう、先にね、鉛節を夏よ、うん、それから小さにクラクさんで水いってよ、シークワーサー、渋って多くいってて、うん、はい、生のサラゴンケミルクスのピラリチューシェア、チュアシャーサミネにやらないし、うん、昔はシュードンボリクのいいな、すごい、はい、もずく丼昔は寸間まかいにしがたんよっていい、ね、ブルーの、うん、ガラサにして、はい、売り込みなしかも、あ、美味しそうですね、美味しい、はい、今初めていちちゃん見た頃、もずくは食だけでなくて素鍋の方では滑り台として、滑り台相談を利用して足びりも近た飲んでるお話し合いびいたしが野菜新田さん、あの今課題の中でですね、今現代の社会の中では時間が忙しくて、うん、なかなかこう伝統文化を作らなかったり触れることが少ないっていうようなこともありますが、なかなかこの自給自足をやっていく上で、あのお金にならないっていうような声もあるんですが、こういった面からジャイアイビーが野菜、これはもう文化はやっぱりこういうふうに思う人も多いのかなっていう気はしますね、うん、やっぱり時間がかかったりとか手間がかかったりっていうものをなんていうかな、無駄と思ってしまったら、うん、もう文化はつながっていかないかなっていうのは思いますよ、うん、はい、うん、島言葉も、まあ、去年まで担当だったんですけど、島言葉も喋れたから何なのっていう人もたくさんいたし、うん、あの昔の沖縄の料理もめんどくさいから作らなくていいさって、うん、もう買ってきたらいっぱいあるのにっていう人もいるし、マンドンの例、うん、そうですね、買ってきたら簡単にして、こちらに住む、はい、人それぞれの捉え方だったり考え方もある中で難しい問題も、うん、IBC が野菜、うん、食に関しては、うん、なんだこのみんなが門中とかが集まってから、うん、やっぱりこっち囲んで話したりとかする、うん、このどっちかコミュニティをこの守るためというか、うん、絆を確かめるためにも使われるから、うん、本当そうですね、これはちょっと残さないと、うん、もっとこのなんていうんですかね、なんか若い人がいて、うん、よしこばあちゃん、そうみりちゃんどんな人作ってるの、わたぐちくいんでてペタペタしてたのくっついてくっついてペタペタやってるからしても美味しくないんだろうって、よしこばあちゃんの作るそうみりちゃんサラサラっとしてまさしくチャーシュチクイが、はい、
え、チタバイチ君室やチュタバイチ君室に違いのってのばってすごいですね。こう3回も歌ってんで、うん、おほくしかいしや、うん、こんな時にね、もう普通のやり方いきしね、絶対ダメるんちよ、うん、で鳴らしようと、ああ、うん、さんしし食ってるサラサラわしまさせって言ってね、うん、感心するんだけどよ、はい、それから作ってるかどうかわからないでもいいですね、こうやって作り方を聞くっていうのが、こういう学びたいっていう姿勢がですね、友達たまに遊びに来てもよ、はい、お菓子なんか買い置きしてさんかとて、うん、すぐメレケンことソーミンがれて、うん、なんでちんすぐ料理作るり、うんうん、すぐひれやちやちゃいてソーミンちゃんポロシしてくれ、でもこれ多分先生がいて、やっぱり習いたいなと思っても、はい、あの誰に習ったらいいかなと思う人もいっぱいいるはずだから、はい、こんなやって近くにいるっていうのは羨ましいなと思いますよ、はい、これも今おっしゃってたら本当に学びたいけど誰に聞いていいかわからないっていう、うん、こういったのはまた県庁の新里さんとこに連絡も、うん、大丈夫なんです、こういった受付とかですね、うん、そうですね、あの、はい、とりあえず、まあ、募集をかけて、うん、今ちょっとあの作り手というか担い手を、うん、まあ、募集してて、うん、まあ、来年からですねこういった方々をですねちょっとあの活躍してもらって、うん、なんか例えば講習会開きたいんだけれども先生いないかねとか、うん、はい、相談にも乗っていけないかなというふうには考えています、うん、やっぱりあの僕たちもあの料理の先生方から聞いたのがやっぱり食べて味を伝えるっていうのが一番大切だから、うん、もうレシピとか見てから作るの分からないよって言われたんで、はい、やっぱり実際にこうやって作れる人たちをですね、はい、どうやって紹介していくかなっていうのは今後の課題かなと思ってます、はいはい、この間すごく感じたのがよっちゃんばあちゃんこの料理をするときにこの自然と先ほど新田さんからもアイビー出しが何かコミュニケーションが生まれるっていうのがですねみんなでこう料理をする中でのそこがまたすごいなっていうのを感じました。食する時のみんなで食べるありがたさとかですね、うんうん、例えば大根の和え物するさ全食事なんか、うん、あれ汁がなくてもシーシーは固い、はい、全然ダメ薄く切ってね必ず手で切る、はい、で日が言ってたくさんのもの大根一本でもさ薄切りにしてから、はい、でも千切りか包丁で切るのとあのすすりがねさ、うん、全然違う、はい、あ手で切るのが味が美味しいんですね。これこそ見た目も綺麗。はい。ティーアンダーですね。あ, あれだけは絶対もう絶対どんなに忙しくてもあれ知りがなか知らない。うん、出てきた、うん、伝統文化を守っていく上でこの愛情のあり方といいますか、うん、チャイアイビーが野菜よっちゃんばあちゃん今なかなか先ほどから出てますが親御さんも忙しくて子供のために弁当を作れなかったりですね、うん、今。改便になってしまったりとかっていうこういった便利っていうのは自己的にねやつまあさままの私なんかしようとどこで弁当が作って思ったじゃないマルケと上の見えぬ様にアンダーゴアスチョロミカさんにアンダーゴアさんイリチイチルバってあんしねが今回のアンダーゴアスイリチイチさや聞きごらんちゃうよいやうちもイリチャムチでだちいちゃかまっててすごい手つこんでついてえ、わもねらないし、みたいな、うん、わたもいいかもすさんでやるよどのもうちきやんて、はい、わもういりちゃいまとつもうるさんあのくらいよ、うん、そういうことも貴重だったわけなんですねそう、貴重、うん、油自体がまた貴重だったっていうことですね油も貴重だしさ、うん、醤油も貴重だし塩やなまあ、昔で出てるのめちくもちゅんてまあその一か年分なちくいたんやうん、あのマーソチクイシャマタシタタカナンジェこっちにコブができていたよ、はいうん、薄水で固めて中心海から水を汲んで、塩水汲んできて、うん、どんどん火もやすし、うん、蒸発すせ、うん、あそこと塩水もどんどん入れないというから、うん、ああ蒸発してまた入れて蒸発するからどん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 入れていくから大体三者対比形がグループ地区やんすよ生きがんちゃんや一週間比形で多分土地混じろうて、うん生きがちゃんにかなくてな、ひいめいち。ひなくんちゃんにかいな、薄かたみやって。うん、薄と塩水、むさるば、普通の水をかね。うん、同じ一缶の目でも、はい。これまた家庭によっても味も若干変わったんですか、うん、うん、だいたい3食ぐらいで分けるわけ、うん、出来上がったら。はい、まあ、それ分け合うんですか。だってスクガラスチキタイ、うん、お酢チカ、豚肉チキタイ、全部なマスチキチカラ、はい、ほとんど塩味、うん、味噌醤油は貴重品、はい、また親のところはなんか味噌とかも自分たちで作ってたとかあ、醤油とか、はい、昔いて、は
ある味噌いくち神地区店です自慢。ああ。緊張さ神の道なで一年味噌三年ます味噌といってさ三か年もあの保存しているお家は緊張。ああ。うん。品相のて味噌がちゃんと熟しないうちに食べてしまうわけ。これもあったよ。また親もあれをあの親に内緒でこっそり味噌開けてから舐めてからしたとかわじられたとか。おかしいじゃん、ニンニクの葉っぱよ。プチチネトリンク味噌が絡めて味噌。そのパコミカス。それほどまた味噌も本当に貴重だったわけなんですよね。でニービルにしがったし若いニービル。ネギに似たようがさ畑に野生みたいに入るわけ、うん、それに売るんかよこのくらいの球根が作るわって真っ白くわしくまってこれも最高おいしいな あの野生のニラ、うん、野菜のニラみたいなの、はい、ニービルという大地もあるみたいよ、はい、昔はおじ畑のそばになんか一個見たんよ、分かる分かる、何つか見えないんさ、何てが言ったかなあれネビルンデからまたチリビラだったかな、なんか、はい、なんか山チリビラと違ってさ、はい、またちっちゃいチリビラの細いような葉っぱがあってあじゃあ分からんな中に白い球根があって、はい、この球根食べるわけ、うん、まあ、銀のトロンボーンさんからですね、あのよっちゃん姉さん茶わて早通りもたくさん食べましたかっていうことメッセージ来ておりますが、何茶わてにぬやいみが野菜茶わて早通り大和の早通りにやびが野菜茶を切るか茶わてんり茶わてんりしようかなさチャオキにしやすい。チャオキ。チャオキったら、例えばお客さんちにチャンでせや、なんかクルザータワーとかなんかを漬物があったんですよ、リンケチャオキ。チャオキ。お茶だけ出して、はい、飲んじゃさんね、はい、三品のお茶の汁茶なるまで、生でお茶すくちのお魚目覚めても、昔の人さ、優雅だよね、お茶をきさせ請求しするのも恥ずかしいから、歌で三平のお茶の汁茶って三平のお茶なんかも入れ替えても白くなってるんだけど、うん、まだお茶菓子の沙汰がないって、うん、請求してるわけさ上品でね昔の人ね偉いよこんなにしてさあの菓子を作ってさ、うん、はい、あれも食べた時このこれや、ね、私茶しまって茶碗って今日の新品も何もないのに三平のお茶の汁茶のままで生でお茶をけぬさたんねさみてたらさこれ何の意味ないんですよ、私の年代の人と分からない人いっぱいいるよ、はい、結構言うところうといむちのあり方で気をつけないといけないことですね、うん、茶お茶とまた茶菓子ごは大切な意味こと、はい、銀のトロンボーンさんからモービランディあのメッセージが意味たモービラモービラ先ほどの話ニビルねあ、はい、ニビルにだよモービラモービラありがとうございます。野原とかさ、ビビはい、あれ最高おいしいよ。今度ちょっと、はい、道歩きながら探してみます。今全然見えない。ああ、なんであれなくなったのかな。はい、うん、またこの今新里さんからですね、あの冒頭の方でもお話ありましたこの。料理をする伝統文化をこう担い手を育成していくということで、それ以外も何かこのイベントとかですね、こういった企画なんかも今後可能性とかもアイビーが野菜この計画の中でですね、あの去年がもう計画作った、まあ、お祝いじゃないんだけれども、まあ、シンポジウムみたいな、うん、あの県立図書館の方であの食文化展っていうのをちょっとやったんですよ。で結構これはもう本当に人が入ってですね、短い期間だったけど多分2000名ぐらい入ったんじゃないかな、うん、で、うん、はい、で今年度はとりあえず今もうカリキュラム、はい、この教科書とかも作って、あのあとパンフレット作ったりとかして、これもまあ県のホームページで載っけようかなとは考えてるんですけれども、うん、ちょっと人材育成にちょっと今力入れてて、うん、来年からそういった人たちを使ったりとか、まあ、はい、PR の期間かなというふうには考えてますね。また、うん、沖縄の食文化がまた大和と全然違うくってから、はい、もう変わってるのがいっぱいあるから、はい、これを、まあ、一分県民にもやっぱり伝えたいなっていう気持ちがあってですね、うん、まあ、そういったところも広げていければいいかなと思ってます、うんうん、でも本当よっちゃんばちゃんこういったあの県の方々の取り組みのある中でそこの守っていくって大切さですね、うん、なかなかあのこう取り組みが難しい中でこういった担い手になる人たちをまたこういった活動場が広がっていくっていうあり方ですね、いいね、うん、また宮城小屋やもん、うん、
最近あの震災で避難してきた人たちがいて、毎年あの学校小学生も、うん、クラスが一クラスずつ増えるわけさ上の北玉の学生、うん、児童が減っていって心配してるって、宮城区はね人も増えてるし、うん、もう島内南部から、はい、世界中の人が集まってくるいろんな人が多分、ね、外人もいっぱいいるしね、最近では中国人なんかも来てるっていう感じですよね、うん、あのあれナーファにはいっぱい来てるイメージあるけど、うん、あんまりね、あの那覇から北の方には行かないからあんまり分からなくて、うん、とにかく外人多いよ、はい、うん、まあ、本当に観光客も増えてる中で、まあ、そんな形の中でまたこういった伝統文化、また外国人たちのおもてなしのあり方とかですね、うちむちやいっぱい、はい、最低やぎにね寿司おにぎり屋さんがあるわけ、うん、一般の人はダメだよ、はい、外人だけ、うん、それがね会員制で、はい、出たか年間にもらっててやって、うん、外人だけが入るお店があるわけさ、はい、なんで日本人なの、うん、日本人は味にうるさい味に厳しいところもあって、外人は魚であれば何でもいいってなるほどと思ったよ、うん、それがまたあの質が上がっていく大切なことですからね、うん、新里さん、あの先ほどありましたこの担い手を育成していく中でですね、今あのいろんな資格とかこういう厳しい、うん、あの基準もあったりする中でですね、このよっちゃんばあちゃんたちのようなこういったあの経験で、うんうん、あの今まで伝統文化をされてきた人たちの今後のこういった講座とかですね、そういったのもまた別の枠とかでも可能性とかも IB が野菜、うんうん、今の担い手育成、まあ、今年度やってるのはどちらかというと保存の方なんですよ、うん、あのもう伝統的なものをやっぱり若い人たちに覚えてほしいっていうのがあって、うん、であの普及とか、うん、あの継承っていうのはまたこれからの取り組みで次の段階になったわけなんですね、まあまあ、担当としてはいろいろ考えるんですよ、うん、あの子どもたち相手に何かできないかなとか、はい、あとはあの主婦層若い主婦層で、はい、やっぱりこういったものを引き継いでない人たちに何かこの教えて、うん、はい、いやでまたお家帰ってから子どもたちのために作るようなものできないかなとかですね、うん、あとはまた地域によっても料理がいろいろ違うもんですから、うん、またあちこちの先生方回ってちょっとあの情報収集したりとか、うん、作り方とか教えてもらうようなことができないかなとかですね、はい、それはやっぱりいろいろ考えますね、うん、今若い先生たちが10か年前ぐらいまでは学校会よくあのサーターテンプラとかさ、うん、このジューシーとかさ、はい、あのソーミーチャーとかって講習中学校へ中に、うん、何回か行ったことあるわけ、はい、それから島言葉、うん、戦争体験、うん、戦争体験してきた人、このような方最近あんまりないね、これが。で昔 の, あの道具の使い方、運指使った測りの測り方と綱のない方とか、うん、こんなの触れ合いでよくあの教えに行ってたけど、うん、今こんなのがだんだんなくなってきて、はい、先生たち自体が若い世代になってできたしいいかなとも思う、うん、綱のない方とかも今の若い人できないんじゃん、できないで、ね、僕できるんですよ。ああそうですか、はい、男の子たちができなかったね。あ私あの締めのは取って置いた、うん、いつも置いてあるけど、それに、ね、その前の晩に締めらしといて持って行ったわけ、うん、で言ってこうやって直んだよって、女の子たちはなんか一生懸命って結構やってる。男の子たちはごめんなさいってか、もう打っちゃなくてか次の場所に行くわけよね、うん、あんたが来れないんですよ、はい、よちゃばちゃんの幸福のお話にかムドイビーシが、あの銀のトロンボンさんから、うん、早と売りっていうのは早と売りのことですね、画像検索したら、早と売り、はい、さん、あの売りかの仲間で、そうそう、はい、なんて言った、千成売りとかも言ってですね、何です、アメリカのあれ、あな、ネタアメリカのアメリカなしに似たような感じのが早と売り、はい、早と売り、あれ漬物なんかしよう、あ漬物ね、最近見えなくなってる、あれあんまり見ないですか、あんまり美味しくなかったまあそこをね漬物したけどさいっぱいあったよ、マーカルガラムチチ、よっちゃんばあちゃんニフェーデービル、はい、今あのいろんな現代社会の問題とですね、またこういった解決に向けての取り組みというのが、また新里さんからこういったあの日頃の食文化伝統のこっちをまた守っていくこの国のあり方ですね、学ばさせていただきました、ありがとうございます。自治要請また12月28日、これはあの仕事納めの時期になってくるんですけども、年はしりの時期ですね、天仏うとうて、また私たち舞台をさせていただくことになりました、流中のジャーハネーキア
じゃあ霊火祭やいびこと野菜、12月28日木曜日、午後5時から6時と午後7時から8時2回公演となっております。大人が、入場料1500円となっておりまして、高校生が1130円となっており、小中学生が750円です。ぜひまたチケットの方を販売しておりますので、沖縄ハンズオン事務局まで098-936-6868、938-936-6868。正月目、市は足の時期で一番忙しい時期なんですけれど、ぜひまた、はい、お越しいただけたらと思います。この流中ウヤファー富士が歩んだ奇跡と魂をこの語る舞台ということでですね、今日お話ししていただいたことが、まさしくこの伝統を守っていくあり方、この心の愛情のあり方とかですね、そこをまた学ばさせていただけたらと思いますので、この舞台通してまた会場に来られた方々とですね、一緒に取り組んでいけたらと思っております。はい、新里さん、もじあっという間にも時間だといびこと野菜、本当にね、はい、食文化も実は はい、料理だけじゃなくて、あと陶器とか、はい、漆とか、あとはまあ風習とかね、栄養とかね、詳しいとか、はい、茶とかもいっぱいあるから、はい、次また呼ばれたらこの時話しましょうね、はい、ぜひまた、はい、第3回目ですね竹歩くと眉間にして3回また続くよ昔に一応竹歩くと眉間にやってはい、中は沖縄県文化振興課の新里さん、面相ちゃん、一平リベーデンタン、はい、はい、はい、それではよっちゃんばちゃん、また来週やいび、はい、はい、出るかな、おいやそれでは また来週、いちゃやびらやさい、また来週、いちゃやびらやって、はい、にフェーデビル、にフェーデビル、はい、金のトロンボンさん、メッセージありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。いえいえ、お疲れ様でした。何からこんなの？最近、工事始まってるので、結構なるんですけど、前に来られた時には、一応ね、全部掘ってさ、ここに全部掘って、ありがとうございます。